どうもー影山です。今日はですねネットビジネスで取り組むこと、えー、今年取り組むことについてお話ししたいと思います。えー、まあ昨日は、えー、休日でですねえー、まああの休みやったんです <laughs> まあ休みやってほんであのー、いつもはねこう今日はこれをしようと。 この休みの日にこれに時間を使おうっていうのをある程度決めてですねほんでこう休日に臨むというか休日になるんですけども昨日は何かこう何もこうノープランでですね、えー、休日を過ごしたことによってですねなんとなくでこう過ごしてしまったんでこう自分の中でねこうもう一つこう満足感がないなとこと思っていたんですね。昨日だかからっっていいう、ね、その店に買いに買行ったりとか まあまあえー、足浦観音寺あとの場所に行ったりとかこう一応何やかんやこう行ったりはしたんですけどもうんなかなか自分の中で点数で言うとまあ、えー、昨日で言うと55点ぐらいですね100点満点で55点ぐらいのこう動きやったなというふうに感じています。ちょっっとこうどううしようかななてて迷いいがらこう動いてた ところがあった。ほんでただね今日ぐっすり寝れたんでまあまあそれでこうリフレッシュはできたかなという感じはあるんですけどもやっぱり休みの日のその動きっていうのはある程度こう決めて動かないとなかなかこうまあお酒をせっかく飲む時になったらこううんーもう一つちゃんと動けなかったなっていう感じが残っちゃってですねんまあ後悔までいかないですけどちょっとこう。 5。まあ55点今言った。55点ぐらいの休日の過ごし方やったな。っていうのをちょっとありました。だからちゃんとこうある程度ね。こう。 動,き動く場所、えー、行く場所っていうのをもうちょっと決めてこうインプットしていく形をとっていかないと、うん、時間がもったいないなということとあと今1月も、えー、1週間も過ぎておりますけどもこれはまた1年経つんねんもう1年始まったとこですけどもう年末になるまでこれあっという間やなと思ってるんでこう自分でこうやることをいろいろ絞っていってね こういろいろやっていかないとこの時間いくつあっても足りんなっていうのを昨日思いました。ということで今,日今年、ね、ネットビジネスで取り組むこととえ僕はこのリアルビジネスというかこう、あのー、オフラインではですね、えー、ボディーケアと足つぼの、えー、お店をこうさせていただいてこうお客さん来ていただいてこう充実してさせていただいてるんですけども、えーまあ、ネットというねその レバレッジの効くというかそういうところもこうちょっとこう進めていきたいなという気持ちがあったんでえどうしようかなと思ってていろいろ去年いろいろ考えていたんですけどもえ今年こうやること取り組もうと思っていること3つというかそこまでその取り組む状態のところまでいけたらええなっていうのが僕のえ今の考えというか。 その思い,というかでありますで1つ3つはやろうと思ってるんですけどもその一つ1つが n d l e 出版ですね、えー、Amazon の Kindle でね電子書籍を出版するということですねこれをこうやってこれはねただ自分が書いたらいいだけなんでこう出版できると思うんですけども、えーまあ、1冊や2冊ということではなく、えー、目標としては、えー、1年間で10冊ですねで えー、まあまあ1ヶ月1冊ぐらいいいいけるるペースが作れるといいなとなう,うに今考えておりますで昨日の休みの日ちょっと朝早く起きてですねちょっとどういうことを書こうかなっていうのをちょっとこう、えー、目次辺りをこう考えていて一応まず小説ですね、えー、小説を書くというところで、えー、僕が書ける小説としては一応その。 まあ去年でも1 2キロ痩せてますんでそのダイエット小説ですねそのダイエットの小説をこう書いていこうということでこうまあ5つ枠ぐらいこう考えて昨日考えてほんで中身まだ書き始めてはいないですけどあとそのなんていうんですかその電子書籍を書くときにどういうものを使ったらいいかとかそういうのを調べたりしてですねで一応その、えー、何やったかなえ o グーグルのやつかな 普通は縦書きやと思うんですけども横書きで書いていこうというふうに思います。マイクロソフトの分野とちょっとね縦書きのワードとか使えるんですけどもあの月額いろいろお金がかかるということでそれぐらいの投資してもよかったんですけども0、まあ、円からこう無料からこう作っていくことをこうやってみようかなと思ったんで一応キンドル出版の,その書,き書くのは横書きでこうやっていくのとどういう形でこうやっていけばいいかなっていうのと分かったのとあとし 小説でダイエット小説をまず書いていくということ。で、えー、こういうね、書き物って僕が思うに、こう量をこなさないとどんどんこうクオリティで上がっていかないと思うんで、最初も。 とりあえず書き始めていってなんとか完成させていく状態に持っていってですねほんでどん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 量を量産していってどんどんクオリティを上げていく状態にしていこうというふうに考えておりますだから年間目標としては1年間で10冊ですね1年間で10冊以上できれば12冊ということですだから1月で1冊2月で1冊 っていう感じで1か月に1冊ずつ書ければいいかなというふうに考えておりますけどもどこまでできるかこれは自分への挑戦というかそういうところですね、えー、まあ最初、まあ、全然あかんかったとしてもですね、まあ、その時は全力を尽くして書いてですねこれ出来上がってどんどんもう出していくと出版していくっていうことを形を取っていこうと考えております。で2つ目メルマがですね でメルマガをこうかける状態になっているというのはです、ね、ある程度自分のこうどういうんですかねツイッター、Twitter、であったりとかです、ね、そのいろんなことで,です、ね、ある程度こうフォローされていたりんかこう質問があったりとかいろんな状態がある程度あった状態でやりたいんですけどもそれはどこまでできるか分からないのとあとは えー、中身ねインプットをどこまで自分ができてそれをこうアウトプットできるかっていうことですよねそのためにこう、えー、ほんでメルマガは週1回発行していってっていう形で、えー、もちろん無料メルマガというところで無料のメルマガをこう発信していく、えー、形ですねほんでそれがこうまあうーん。 だから読者メルマガ読者がどこまで集められるかということで今いろんなことをやってる中でどこまで自分がこうフォローとかをしていただけるかっていうところにかかってくるかなと思います、えー、実績云々だけでこうなることではないやろうけども、えー、これもね、まあ、自分で頑張っていってどこまでできるかほんで、まあ、メルマガをこう発行できる状態自分がそこまで発行できる状態、えー、読者がこう例えば一人でもおられたらこう頑張って発行するぐらいの 気持ちでやっていきたいできれば7月ぐらいからできたらいいかなと思っておりますただこれはちょっとわかんないですね それともう一つ、えー、僕はヒマラヤラジオで「わがんせのかげやん」っていうのをやってるんですけども、えー、これのね有料版ですね、えー、月額なんぼってお金を払ってもらって僕のラジオを聴いてもらうっていうところのこれができればいいかなと思ってるんですこれはねこのフォローがね「わがんせのかげやん」ですね、えー、ヒマラヤラジオのフォローがどこまで増えるかによって変わってくると思いますだからその、えー、今フォローがね2人かな えー、2フォ,ローフォロワーっていうんかなフォ,ロワーフォロワーですよね22人ぐらいなんでそのこれはねやっぱ100人ぐらい増えないとですねなかなか、えー、100人無料のね、えー、ラジオを100人以上フォローしてもらってですねその中から1人でも2人でも、えー、有料版で聞いてくれ いただけるような状態になればですね、あのー、有料版で有料版ももうガラッと変えて内容をこうかなり濃いものにしたいとは思ってますけども、えー、まあ、フォロー次第かなというところで、えー、できる場合は有料版をこう発表、えー、有料版を発信できる状態が今年の年末ですね12月ぐらいにできるようになれば嬉しいかなと思ってます。これに関してはね、僕がコントロールできることではないんでね。 誰も聞いてないのに言うたら有料版をこう発信してもあのそこにこう価値はないんでですね、えー、有料版でもこう聞いてもらえる人がこう増えればというところです今年こうネットビジネスでやろうと思っていることというのはまあやることとして、えー、Kindle の出版これは自分が書けばできるとでメルマガもねその えー、無料メルマガで、まあまああのー、読者がこう1人でも増えた1人でもこういたら書いていく形で、えー、できれば7月ぐらいからやりたいとほんで、えー、ヒマラヤラジオの「えー、我がんせの影げやん」の有料版は、えー、今年の年末ぐらい、えー、もしくは来年でもいいんですけども、えー、その辺でこうできるようになればいいかなというところを考えております。うん ほ、えーまあ、他にもいろいろとこう取り組んではいきたいですけども、えーまあ、時間との勝負でもありますし自分のインプットもどん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 いろんなところへ行ってみて聞いてっていうのをやっていく、えー、ことになってくると思いますしいろ、えー、んな活動をこうしていきたいと思います。うんね、頑張りますとということで今日は、えー ネットビジネスで、えー、今年、ね、ネットビジネスで取り組むことについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます